友人の富江が死んだ。富江のことは先生も残念だ。警察によると犯人はまだ捕まっていない。この界隈に潜んでいる可能性も捨てきれないそうだ。女子は帰りなどできるだけ一人にならないように気をつけて。富江の死は悲しいが現実なんだ。いくら嘆いても富江は帰ってくるわけではない。すみません、遅れて。正直言って冗談にしては気分が悪い。冗談って何ですの先生。君は富江の双子の姉妹か。私は一人っ子だわ。だからそういう冗談はやめなさい先生。やめてまえ先生。おい、卒業したら一緒になってくれるんでしょ。トミエ、話すんだ。一体何者なの？幽霊にしちゃ足が合う。彼女が生きているんだ。おい、高木先生が入院したらしいぞ。入院？どうして？宿直室で訳のわからないことを大声で叫んでいるのを他の先生が見つけたって。訳のわからないことって？落ち着いてください。トミー、先生。トミー、どういうことだよ。知らないよ。なんで先生がトミーの名前を言ったりするんだ。頭が混乱する。彼女はバラバラで見つかったはずじゃないか。高木先生遅いわね。玲子、玲子。ちょっと待ってよ玲子。ねえ、山本君何か様子がおかしいのよ。私を避けてるみたい。なぜだと思う？そりゃ先生と浮気したのは悪かったけど。聞いてるの玲子。玲子もなんだか変だわ。クラスのみんなの様子も変だし。ねえ、何か知ってるなら教えてよ。ここは？課外授業はこれくらいにして、あとは自由にしようか。先生、みんなと遊ばないのかい？だって私もう大人だもの。どういう意味だい？先生が一番わかってるでしょ。私妊娠してるらしいんで。富江、君ってやつは。どういうことだよ。話してよ。盗み聞きしてたの？聞こえてなかったんなら教えてあげるわよ。最後まで言ったわよ。これで満足？富江。何よ、何様のつもり。待てよ。富江。死んでいる。そうだろう。救急車を。待て山本、
お前が落としたことを自首するのか。そうよ、自首なんかやめて。あなたのせいじゃない。富江は自業自得よ。こんな人死ぬべきなのよ、傲慢で嫌な女。こんな女のために山本が一生を台無しにすることないぞ。そうだ、死んで当然よ。おい男子、今日は技術の授業があったな。痛い！生きてた。どうします先生。急げ！大腸って太い。それは結腸という部分だ。ついでに盲腸を切ってやろう。彼女、今日の昼はサンドイッチか。いえ。解体終了。男子は川で体を洗え。ご苦労様でした。ご苦労様でした。ちょうど42個に分けた、全員の分だ。渡した包みはそれぞれ絶対見つからないところへ捨ててほしい。とんだ課外事業になって申し訳ない。それでは気をつけて帰ってくれ。解散。富江、何？山本が？いや、玲子も一緒だ。バカなことしやがる。今クラスの連中が追ってる。警察に行く前に手を打たなければ。いたか？いや、どこに行ったんだ。こっちはダメだ、戻ろう。待って、私も走れない。今の声。逃げられると思ったか。あれほど説得したのに今さら自首などと。逃がさんぞ山本。山本君。何やってるのあなたたち。あれから3日後、幸運にも私の一家は海の見える町へ引っ越した。聞くところによると1年 B 組は退学者が続出、半ば壊滅状態にあるという。富江がどうなったかはわからない。